冒険者を見つけることも私の仕事ですから、あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。それはオイラもわかるぞ。彼と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。早速新しく入ってきた冒険者に紹介しますね。待って、オイラたちもう正式な冒険者になったのか？安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務も、つまり協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。とにかく冒険ランクが上がるたび、冒険者協会から、これは協会から新人へ送るプレゼントです。確認して。改めて入会を歓迎します。これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の依頼や報酬に関する情報がたくさん載ってますから、会員の証明でもあるからね。きちっ。それともう一つ、冒険ランクが上がりにくいと感じる時がたまにあると思いますが、その時は印象に残る任務をクリアすることで協会の認可をもらえますよ。印象に残る任務？冒険ランクの上限を突破するための突破任務といった方がいいかもしれませんね。今はまだその時じゃないですが、あなたの経験が多くなればみんなの認可をもらえるチャンスも増えてくるはずです。では今日はここまでにしましょう。これからどんどん会う機会も増えると思いますから、頑張ってくださいね冒険者さん。星と深淵を目指せ。
ったやつがいるって。なんだ？ああ、まあいい。この色のものも使えない。鉱石を見つけたら、もちろん俺が忙しくな、鉄を打つには集中力が、腕が良ければ依頼が来る、用がなければ仕事に戻る。真面目な人だな。ちょっと短気なとこもあるけど、製造は彼に任せておけば。もっと聞きたいならリンゴをちょうだいよ。聞いたことある。私はビーウェイから来たコックのシャンリー。最も得意なのは様々な料理を作ることだよ。私はビーウェイから来たコックのシャンリー。
ナナナンナンナナナンナン。
いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。大きな木の上に腰掛けて。飲みきれないほどのリンゴ酒を片手に持つんだ。ほら。
星と深淵を目
ー